もう日本の自販機本当にすごいですね。見るたんびに、帰ってくるたんびに日本でもね、感動します。一つの機械の中にいろんなものがあります。牛乳みたいなものからフルーツ系の1日分の野菜系のものと、コーヒーもあるし、温かいもの、冷たいもの、それと自分の食感、体のためにヤクルトまで、この一つの機械の中からどのものでも簡単に現金、もしくはスイカ、もしくは、でもうどのものでも買えますので、本当にすごいですね。日本はもう、なんでアメリカはこういうのはねできないのか分かんないんです。あ、分かった、なんでできないかって、間違いなく壊されちゃって中身を盗まれるからっていうことなのかな。残念ですね。ビデオに関してのお問い合わせはご覧のメールアドレスまで。チャンネル登録もよろしく。